の日の夕方、俺はようやく目を覚ました。頭がまだいい、僕が飲みたい、そう思った途端、どういうわけか台所の水道が勢いよく吹き出していたような気がする。ボールを落としていた俺は頭から水をかぶり、また町へと迷い、自慢の力で聞き出してみた。生きよ人生とお天道様に拗ねて始めた極道家業、親にもらった五体の体、誰がくれたかサイコキネシス。おいらそこらのチンピラとわけが違うんで。伊藤閻魔プロデュース11年前の伝説の作品が SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。